どうもこんにちは。ドクターケンです。今日はですね。不明熱と尿検査ということでお話をしてみたいと思います。では、早速いってみましょう。不明熱の時にはですね。尿検査もすごい大事になってくるんですね。で、まあどういう検査を出すのかとかね。そこから追加の検査でどういう検査を出すのかっていう、そういうまあお話をしていきたいと思います。 不明熱だなと思ったときには、ですねぜひ尿検査も出していただきたくて、まずは賃査ですね、賃査と尿タンパク、尿クレアチニンの測定をしていきます。でどういったところを賃査で見るのかっていうと、ですね変形赤血球があるかないかっていうのが非常に重要になってきます。で変形赤血球を伴う血尿っていうのは、ですね子宮体腎炎に特異的な所見なんですね。 でそれに加えて、タンパク尿、0.5g パーでー以上のタンパク尿があるかないかっていうのも、ですね腎炎を強く疑う所見になってきますで。定義をね、ここで1つ確認していただきたいんですけれども、これね、よくまあ研修医の先生とかにも聞くんですけれどもね、こう定義が、ね、しっかりしてないと、それをまあ血尿とか、脳尿とかっていうふうにね、 あの判断できないので、こういった定義っていうのはしっかり押さえておかないといけません。で血尿っていうのは、ですね賃貨で赤血球が5個以上見られるものを言います。で脳尿はですね賃貨で白血球が5個以上、ハイパーフィールドで見られるものを言いますね。でえー、とここでまあ1つ、ね、こう覚えてもらいたいのは、 タンパク尿と子宮体性の血尿があるときには子宮体腎炎を疑うということになります。で、この写真はです、ね、変形赤血球を表したものになるんですけれども、左下の写真はこれは正常な赤血球ですね。赤血球っていうのはね、こうま、丸にこう真ん中がくぼんだ形になってますけれども、普通はまあこういう形があの見えるんですけれども、 変形赤血球というのはあの、上の写真に見えるように、ちょっとなんかいびつな形をしているものを言います。で、血尿が子宮体由来なのか、非子宮体由来なのかっていうのも大事になってきて、変形赤血球が見られたときにです、ね、25から75%以上あった場合には、子宮体性のものと判断して、まあ、子宮体陣営の検索が必要になってきます。 で血尿はですね、どういうふうにしてまず出てくるのかっていうと、毛細血管の形頸壁が破綻することによって出てくるわけですね。腎臓の糸球体っていうのは、えーとま、毛細血管があって、でそこに基底、えーま、膜があって、えー、とその外側にまあに上皮細胞とかありますよね。 で真ん中にはこうメサンギウム細胞が埋め尽くされているというような状態で、まあ、そこら辺こう全部ひっくるめて、経底壁というふうに言いますけれども、その経底壁が破綻していることによって、血尿が出てくると。で、血尿があるということは、直近の腎炎とかね、そういったイベントがあったことが示唆されます。で、さらにですね、赤血球炎柱が見られると、あのより それが疑いが強くなってくるんですね。で、この赤血球円柱っていうのはですね、普通の人にはまず出てこなくって、で、これがあることで糸球体の障害が、えー、考えられるということになってくる。で、この赤血球円柱はですね、尿細管の障害とか、あとまあ尿管とか膀胱の障害とかでは出てこない。これはなんでかっていうと、 こういうふうなね、ほの円柱もそうなんですけれども、円柱っていうのは、ある程度こう、の尿の停滞が起こらないと出てこないんですね。普通ね、こう流れがあるところでは物質こう固まらないですけれども、何か障害があって、そこにこう停滞が生じる、でそこに、えーまあ、赤血球とかが入り込んできたりすると、赤血球円柱が出てくる。 ほ他の円柱とかもあの成り立ちとしてはそうですね。で、このタム・ホールス・ファール・ムコタンパクって、何ていうものかちょっとよく分からないけど、まあ、それね、無個タンパクがアルブミンと混じって尿細管の中で凝固したものを円柱っていうふうに呼んでるわけですね。で、タンパク尿は糸球体の経底壁の透過性更新によって生じます。 で子宮体腎炎とかでは0.5とか、まあ、3ムぐらいの範囲内に収まることが多いです。で尿細管が障害されても、ですね尿タンパクの再吸収低下なんかが起きたりすると、タンパク尿が出てくるんですけれども、この場合にはですね、1ムパーディを超えないというふうに言われています。じゃあ、子宮体腎炎を疑ったら次、どういう検索が必要になってくるかって言いますと、それですね、こう 他こう安価関連血管炎とか、ループス腎炎、GBM 抗体の腎炎、それとか、溶連菌感染後の子宮体腎炎、血栓性の微小血管炎、IgA 血管炎、ほか、えー、血栓性多発動脈炎、クリュグルブリン血小性血管炎、まあ、こういうね、あのーまあ、しらみつぶしにこういうものがないかっていうのを検索していく必要があります。 でまあ、具体的にどういう検査を、ね、追加で出せばいいのかというと、C3、C4 とか、まあ、こういう固体系の検索、あと、安価の抗体を測ってみたりとか、あと、広角抗体、高 DNA 抗体、GBM 抗体、まあ、こういう抗体系ですね。あと、えー、と余韻菌の感染とかがあったりすると、ASO が上がってきますし。 あと B 型肝炎、C 型肝炎のそういうウイルス感染が関与していることもあるのでこういったスクリーニングも必要になってくる。あと、まあ、クリオグロブリン結晶性の血管炎であればクリオグ,リグロブリンも測定しておく必要が出てきます。で、これはまあ1つ参考にしてもらうといいんですけれども安価関連血管炎の時であれば NP4、まあ、安価とか PR3 安価を測定しますし ループス陣炎の時には DNA 抗体、広角抗体、あと、固体。固体はね、低下しますので、まあ、こういうのを見ます。GBM 抗体の陣炎であれば、GBM 抗体を測定して、溶錬菌合子球体陣炎であれば、固体が低下する。あと、えー、A 層、SO、が上昇しますで、まあ、そういったのを見ますね。で、血栓性微小血管炎であれば、えー、ADAMTS13 とかを測定しますし、 LDH をあの溶血しているかどうかっていうので見たりしますね。あと、まあ、ベンバ培養で O157 がないかどうかっていう確認も必要になってきます。IgA 血管炎は IgA 測定して315以上。これね、よくなんか認定内科医とか総合内科医の試験とかでも聞かれたりしますけれども、この IgA315 っていうのが大事になってきますね。で これも試験でよく問われますけれども、えー、IgA の数値と重症度というのは相関しないというので、えー、これも重要になってきます。結、えー、節性多発動脈炎とかであれば、これはまあ原則組織診断にはなりますけれども、中小動脈のフィブリノイド A っというのが証明されれば、診断につながってきます。 あとクリオグ、クリオグロブリン結晶性血管炎であれば、クリオグロブリンを測定しますし、あと、補体がね、あのー、すごい下がってきますので、まあ、そういうのを、あのー、使って診断をつ,つけていくと、まあ、こういうのもね、一つ参考にしてもらえたらいいかなと思います。 え今日は、えー、尿所見と不明熱ということでねお話をさせていただきましたまた他のシリーズも作っていきますのでどうぞよろしくお願いいたしますチャンネル登録高評価よろしくお願いいたしますそれではさよなら